どうも、スタイハングリーズのマサです。今ね、まあ音でわかると思うんですけど、ちょっと帰宅途中でですね、今車で撮影していると緊急で回しております。はい、で仕事終わって歯医者行ったんですよね。すぐ近くにあるんで歯医者行って、で今日の治療が上の一番奥の歯茎ですね。一番上の右の奥歯の奥の歯茎ね、そこがこう膿ができてちょっとこうもっこりしてたんですよね。でそれをまあ切開しますっていうので、今日切開したんですけど、でまあ無事で終わったんですよ。はい、なんか麻酔めっちゃかけてくれて何も痛くなかったんですけど、でこうなんか歯と歯の間をこうゴリ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 ってやって、擦ってんなと思って、で無事終わったんですよ。終わってあとこう会計ですよね、するまでちょっと待つじゃないですか。終わって椅子に座って待ってたんですよ。そしたらでつむつむして待ってたんですけど、そしたら貧血のあの感じ、みんななったことあるかわかんないんですけど、その貧血のあの感じになって、で僕はあんまり貧血で倒れたこととかないんですけど、採血とかでこう血取られる時とか過去前に1回やったんですよね。でその時とは本当に同じ感覚で、なんかもう目の前がだんだん暗くなって、でも心臓も苦しいし、耳もさなんかすごい良くなるんですよ。遠くでこう先生が歯をさキュイーンって削ってるんですけど、その音がねもう耳元で鳴ってるかぐらいで、もうなんかすごい感じになっちゃって、でもこれまずいと思って、でも立つのも精一杯なんですけど、こうね目の前もあまり見えなくて、でこう壁伝いで行って、ちょっとやばいっす、体調やばいっすって行ったんですよ。でそこまで記憶あるんですけど、それ以降マジで記憶なくなっちゃって、で気づいたらまあそのね、施術椅子にこう僕寝てて、でっていう感じで、目覚めてちょっと水飲ませてもらって、でまあ10分ぐらいそこからちょっと休んで今に至るんですよ。いやマジでね初めてでしたね、初落ちでしたね。本当に新年初落ち、今までその1ヶ月に2回とか抜歯してたんですよ、親知らずをね。親知らずを全部抜こうキャンペーンがあって、僕の中で。でも1ヶ月に1本か抜いて3ヶ月で全部抜き終わったんですけど、その時その抜歯の方がどちらかというと血は出るんですよね。抜歯の方が血は出るんですよ。で今回の海のね、その歯茎の切開っていうのは、まあ、言うほど抜歯ほど血が出ないので、そう、その出血量でいうと抜歯の方が多いんですけどね、抜歯の時は何ともなくて、今ちょっと体調悪かったのかなみたいな、ちょっと新年初落ちしたっていう、そういう話でしたね。歯医者はねかなり通ってて、まあ慣れてるはずなんですけど、初めて歯医者で、はい、ちょっと気を失いましたね。なのでね、皆さんもね、まあ寝不足とかね、その日の体調って全然違うんで、自分は大丈夫でも体は大丈夫じゃないみたいなね時があるので、皆さんもねぜひこう気をつけながら生活してくださいということで、今、家に着きました。はい、じゃあ皆さんもねまた、会いましょう。ちょっと今日はゆっくり寝ます。お疲れ様でした。